まるで生きているかのような艶やかなヤマメ。10代坂倉善右衛門さんは魚の生き生きとした姿を萩焼きに表現します。魚の形自体、自分の中ではすごくかっこいいものだなっていうふうに思いまして、でそれをなんとか形に残せればなっていうのがきっかけです。触らないとわからない落とすとかあるじゃないですか、細かいあれがいいですね。形ですよね、形ありきだと思うんで、自然物とはいえその構造物なんで、どういう骨格をしてるかっていうところとか、肉付きとか筋肉とかそういうのを考えながら作ってますね。目があるものっていうのはそこの力強さっていうのが出てくると思いますので、そこはすごく慎重に作るように、何度も自分の納得できるまでやり直したりとかして作ったりしてます。江戸時代から続く坂倉善右衛門窯、昭和初期に五郎右衛門さんを最後に廃業。善右衛門さんが65年ぶりに再び窯を復活させました。どうせ自分でその作陶を始めるなら窯もぜひ持ちたい、また復活して作ってみたいなっていう思いはありました。善右衛門さんは2009年春から半年かけて、かつて自宅の窯があった場所に上り窯を作りました。幅 2.5 メートル、奥行き10メートル、自身にとって窯作りは一つの作品でした。作ってる途中にアーチが崩れたりとかってのもありましたけど、これもまた一つの作品作りだみたいな雰囲気で、作家としてのまあ通るべき道のまあ原点、まあスタートの地点、まあポイントだったっていうふうには思いますけど、昔の先祖もまあこういうふうに焼き物を作りをしてたのかなっていうふうになんか思う部分っていうのはなんか非常に強くはなりましたよね。先祖の作品作りを思う、善右衛門さんには振り返る原点があります。先祖が作ったものなんですけど、作ることに対しての情熱を感じるかなっていうふうに思いますね。すごい細工をしているな、やっぱり昔の職人さんはとか、そういうふうに思って、それをヒントにまた自分のものづくりも役立ってるっていうふうには思います。再び動き出した窯の歴史に善右衛門さんが残すものとは。結局物を作るってことはとにかく形だ、楽しんでやってるっていうのが作ったものになんか表現できたらいいなとか、まあ、見られる方が分かるような作品ができたらいいなと思って取り組みます。使いやすいものっていうのは大変美しいものだっていうのが僕の認識の中では、その用の美っていう言葉で表していることだと思っています。器を作りながら置物を作ったりオブジェ作ったりっていう、それを交互にこう振り子のようにやっていくのが僕のスタイルだと思いますので、それを続けていって、なおかつどんどん技術的にもうちょっと長くなったりとかすればいいんじゃないかなっていうふうには思ってますけど。土をくり抜く、金田正直さんは独自の作陶技術で土に新たな表現を与えます。自分がどう関わっていくかによっていろんな形が出てくるわけです。より近い感じで土と対峙ができる。およそ200年前に開業した萩市鎮東の天長山窯、正直さんは8代目として常に自身の心に従い作陶を続けてきました。僕は形、立体で表現したいっていうのは強かったので、粘土の気持ちに従うっていう、従いながら
こう自分のものを作って共存みたいな形でやっていく、それがまあ僕のやり方なんですけど。大学で立体的な造形の彫塑を学んだ後、父三左衛門さんと一緒におよそ10年にわたりろくろでの作陶を続けてきました。しかし作家として表現したいものが作れず行き詰まっていました。ろくろの仕事っていうのはろくろの回転力を使って上に立ち上げていく、それだけだと造形の広がりが自分には物足りなかったので、稜線とかですね、動きとかですね、そういったものもこう造形に取り入れてみたいなというところからろくろに距離を置いてみたかったんですよね。表現を模索する中目に留まったのは圧倒的な存在感を放っていた土の塊でした。土の塊そのものに存在感を感じたんですよね。ふとこれをくり抜けば器になるというところから、まず最初に茶碗を塊で作ってくり抜いてみたんですよね。だって非常に面白かったんで、これでちょっと自分の内面を表現してみたいなと。正直さんは1988年にくり抜き技法による最初の作品、灰かぶりくり抜き茶碗を発表。オリジナリティのあるもの、金田正直っていうのは誰が見ても分かるというところを僕は目指したい。作品を作っていく上で僕は作る側の論理で作って、でもそれは僕個人では成立しないで、あくまでも見てくれる人がいないといけない、それは見る側の論理、あるいは使ってくれる人がいる、それは使ってくれる人の論理、それぞれ三者三様の論理があって、それをこううまく調整しながら作っていくことも大事だと思うんですよね。どこまで自分の作る論理を主張できるか。正直さんの世界観を深める源となるのは自然の景色です。自然の形からインスピレーションをもらって自分なりにアレンジしていくっていう。だから自然は非常に僕らものづくりにとっては重要なエネルギー源ですよね。用のための口なんだけども、その用というのを通り越して造形の中の非常にこう大事な要点として取り組んでいく。今の自分に作れるものというのを常に意識していれば必ず作品はそういうふうに向かっていくものだと思うんですよ。その時代時代に即応したね表現の仕方があると思うんですよ。それは萩以外にもその目を向けたり世界にも目を向けたりしながらこう新しいものを作っていく。